チーッス。いらっしゃいませ。 e スポーツカフェフォックスワンにようこそ。ってなんだ、アキトかよ。アキトかよはねえだろ、シュン。これでも立派なお客様だぜ。大丈夫か、アキト。ここでゲームばっかやってて勉強しないと成績やばいだろ。いいんだよ、俺は将来プロの e スポーツ選手になるんだから。それを言うならシュンだってバイトばっかりだろ。シュンちゃんはいいの。のぞね、シュンちゃんは成績優秀な特待生なんだから、アキトと一緒にしない？それなら俺だっていずれ e スポーツで賞金稼いで億万長者になる逸材なんだから、一緒にしてもらっちゃ困るぜ。はいはい、寝言は寝てからにしようね。そういえばさ、このお店ってなんでフォックスワンって名前なんだ？キツネなんか一匹もいねえのによ。フォックスワンっていうのはジェット戦闘機がミサイルを撃つ時の掛け声なんだって。シューティングゲームにかけてそういう店名にしたんだってお父さんが言ってたよ。マジで？ジェット戦闘機って戦う時必殺技の名前叫ぶのかよ。ミサイルは必殺技とはちょっと違うんじゃない？すげえかっこいいじゃん。やっぱ技を使う時は叫ばねえとな。必殺フォックスバーン。あ、ちょっとそれっぽいかも。でも今の飛び道具というより格闘戦っぽくない？そうか。うん、確かにパンチ技っぽいね。それならフォックスバーン。あ、今のちょっとビーム兵器っぽくなったかも。うん、でもちょっと軽いかな。決め技というよりつなぎで使う中キックくらいかな。だったらこうか。必殺フォックスうわあ、それっぽいそれっぽい。必殺技のビームっぽい。そうか、だろ。うん、でも本物の戦闘機のパイロットは叫ばないと思うよ。ならやらせんなよ。